はいどうもこんにちは、しのぶです。今回は使っていくのはこのアメリカ T7 巡洋艦ボルチモアですね。まあ今回強化を受けたね艦の一つなんですけど、まあボルチモアだけねちょっと分かりづらい、まあ多分皆さんにとってはあまり分かりづらいような強化なんですけど、まあボルチモアね艦首の装甲がちょっと分厚くなって、敵のですね38センチ砲クラスの砲弾が弾けるようになったんで、要するにマッチングするやつで言うと、まあ、T7 戦艦で言ったらジャンバールとかビスマルクとかヴァンガード、こちらのね砲弾を艦を縦にしてればね弾きやすいというか弾けるのかなといった装甲を手に入れたので、うん、結構ねいいんですけど、まあ、目の前にいるのは40センチ砲搭載戦艦なんでこれは意味がない。で早速ね見せたいものがあるんで、どんどんね B 地点突撃してますけど、まあすでに生放送とかではね見たんですけど、天城燃やしたよね。うん、レーダーエフェクトがね追加されて、結構ね PC 版とはなんか違う感じなのかな。まあ PC 版ねもうやってないんでわかんないんですけど、まあ、レーダーのエフェクトがね、追加されたんで、ちょっと使ってみましょうか。あー、ちょうどキット隠れちゃって、こんな感じでね、操作エフェクトが、レーダー波がね、なんかこういう回転してるようなのがなんか見えるみたいな。これ結構ね、かっこいいモーションで、ボルチモアね、降下時間が長いんで、いっぱい見れるんでね。ぜひね、これね、PS4 Pro と、PS4 Pro の人しかね、これ見れないらしいんで、うん、まあ、ちょっとね普通の PS4 の人はあれなんですけど、まあ、ぜひねボルチモアまだ持ってなくて PS4 プロの人はね、まあ、まあ別にT7巡洋艦だったらレーダー持ってるんだったら多分見れるはずなんで、チャパエフとかあとはなんだっけエディンバラでも見れるはずなんで、まあ、ぜひねレーダー化持ってたらやってみてくださいと思ったらきっと出てきたな。まあ、ボルチモはね、もう本当に駆逐艦狩りが得意な巡洋艦なので、撃っていきたいですけど、弾道が山なりで、まあ当てづらい。といった、まあ欠点はあるので、まあ中距離、遠距離はね当てづらいかなと。で、火災発生率も控えめなので、まあ、ちょっとその点はね、いまいち、きっとしぶといな、これ。ちょっとね、その点はあれなんですけどね。ボルチモア突破するとはやるな、この駆逐。うん。まあ、いいとして、で、そうですね。まあ、敵の、あ、駆逐いるな。ちょっと撃てねえ。撃てないな。まあ、天城燃やして、そこから退治するか。ああ、キット暁やられちゃったと。まあ、艦首の装甲は強化されて、まあ、結構ね、ジャンバルとかに対してはね、いい戦いができるようになったと思うんですけど、まあ、40センチ砲クラス相手には本当に意味がないので、天城ね、仕留めちゃいたいな。天城からの砲撃を、艦を斜めにして、受け流せないけど受け流す。で、天城を燃やす。まあ、日本戦艦は結構高木武雄タイプの艦長が多いような気がするので、結構ね、燃えてくれるんじゃないかなと。これもう一発撃ったら、AP 弾に切り替えて、行きましょう。さあ、ここで AP をね、戦艦相手にもう AP がね、全然効く。お？後ろ狙ってたのかな？はい、で、シノプが天城やってくれて、これは助かった。で、キットもいるけど、これ、キット消えたら、俺がレーダー使ってあげてもいいけど、まあ、大丈夫そうですね。いて。うわー、なんかすげえ、あ、嫌な方向が抜かれたな、マジで。ちょっと今納得できないな、マジで。
さあ、まあ一応ね、拠点を取りたいので、拠点優勢取っとけばね、もう勝てそうな場面なんで、とりあえず拠点優勢を狙いたいんですけど、まあ正面と右方面から戦艦が2隻出てきそうなんで、で、これ艦載機スポットがマジで鬱陶しいな。いつまで飛んでんだっていうね。まあここで H 段から AP 段に切り替えて、うわー、これね、ほんと艦載機スポットがなければなーという。PC 版と違って、対空砲の射程が延長できてないんで、意外ね、航空機が落とせない。で、クトゥルドフが横見しているんで、これはもう、積極的に AP 弾をお見舞いしてあげた方が、いいんじゃないかなと思いましたけど、意外な火管図、ちょっと上を狙っている。はい、神煙幕来た。ありがとう。あ、抜けた。紙煙幕いただいたんで、これを生かして、で、一応、クトゥー族からの魚雷が怖いんで、あ、大丈夫か。クトゥー族からの魚雷、あ、てか、駆逐艦からの魚雷怖いんで、これは紙連携だけど、このシャルンホルストには撃ったらバレる、さすがに。くそ。さすがに5キロ割ってるんで、ここで撃ったらバレるけど、シャルンホルストは俺を撃ってないんで、前進させてもらって、でボイシーは AP だな、盆栽。で、もう一丁撃って、また盆栽。だ、盆栽を言わない。で、ここでボイシーは仕留めに行って、で、H が食らうけど、OK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 。で、ここで火災食らっちゃったのは熱いけど、H 弾と AP 弾これ、あ、AP 弾を合わせて、うわぁ、駆逐艦いるなぁ、厄介だ、これ。うん、もう AP で削れないんで、何これ。やば、相場正面にいるじゃんって撃たれる、一体。相場がバックで、こっちに戻ってきてたのか。シャルンホルストもこれ削り切るしかない。で、修理班、強化された修理班、最後の修理班を使って、なんとか回復で、シャルンホルストでも撃たれちゃうんで、ここは前進。うわぁ、ここで燃えた。終わったか、これ。で、ライトニングが突貫してるけど、魚雷で、頼む、やってくれ。頼む。あー、魚雷は、行った。頼む。いやー、これでは仕留めきれんな、でも。その魚雷では足りないない。ここはもう切り込んでいくしかない。燃やすが多分消せるでしょう。うん、あ、でも浸水してる。じゃ、ここはちょっとうまくここで回避して、シャルンホルストは大丈夫そう。艦をこの軸ずらし回避で OK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 、 軸ずらし回避でいきましょう。これ距離が縮まっていくけど、これほんとジャンバルドが空いてあったら逆によかった。逆にってよかったんだよな。あえて浸水で、浸水火災でダメージ自体はめちゃくちゃ通ってるんで、こうやってね、敵の砲弾が飛んでくるタイミングで艦をその右テンダーから左テンダーに切り替えていくと、エイムアシスターはこんな感じでかわせる。よし。ちょっと待って、もう無理だぞ、厳しい。これ全問射撃で仕留めにかかろう。艦首狙ってダメージ取って AP 弾でもうかわせんだろう。これはやばい。あー、後ろの方が、あー、後ろの方が頑張ってで AP 弾で、はい、ドン、よー。あぶねー、マジで生き残った。修理班使い切っちゃったな、もう。さあ、もう残りもう1分なんで、もうソナーね、使っても大丈夫。あー、で、夕立がいたんで、これレーダーで使ってみましょうか。範囲入るかな？あー、入んないか。まあ、隠蔽の方がね、微妙に悪いんで、見つかった時にね、レーダー使っても、まあ、見えないという、見えた！入った！入ってきた！こっちに入ってきた！突入してきたぞ、レーダー範囲に。さあ、共謀者来て。はい、味方撃沈。レーダー強。はい、まあ、最後ね、レーダーの
あれ分かりやすいですね。こっち入ってきたって分かるから。うん。というわけでね、まあ、ボルチモアでしたけど、大口径凶暴者ドレッドノート取れましたね。やっぱ首里班が強化されたんで、まあ、首里班使い切って生き残れれば、うん。あ、同じパッチ使ってる。意外にこいつもだ。意外にね、人気のパッチでしたけど。首里班で使い切れれば、結構ね、ドレッドノートまで狙える感じですね。まあ、最後、アイワとかね、危なかったんですけど、まあ、なんとかね、まあ、今回40センチオクラスしかいなかったんで、またね、38センチオクラスの戦艦と戦った時にね、またどうなるかっていうのは試していきたいと思いますね。それでは今回はボルチモアでした。ご視聴ありがとうございました。